釣ガネカズラはアメリカ中南部原産の農前カズラ科のツル生、低木である。壁面緑化などの園芸用として栽培される。ツル生の低木で茎は壁や部屋、フェンスや樹木など周囲にあるものに沿って高く生え上がる。茎で巻きつくだけではなく、巻きひげにツタのような吸盤を持っているため巻きつくことができないような壁面にも生え上がることができる。葉は 常緑性で産出服用とされるが、頂き商用は巻きひげに変化しているため、小葉は2枚しかないように見える。夏には5センチメートル程度の筒状花を多数つける。原種の花は、花筒の外部が赤褐色で内部が黄色になるが、園芸種にはピンクになるものもある。壁を生い上がるため、建物や崖などの壁面緑化に利用される。花に独特の匂いがあり、モカの匂いと言われる。 また、日本ではこの匂いと花の色からカレーを連想して、カレーバインもしくはカレーカズラなどと呼ぶこともある。クロスバイン、ツリーズ、シュラブス、アンド、ウッディーバインズ・オブ・ノース・キャロライナ・ハット・ダー、マイケル、1997、ダー・エス・ハーディ・ツリーズ・シュラブス、アン・イラストレーテッド・エンサイクロペディア、ティンバー・プレス、493ページーズ、P493、グーグルブックス、 ありがとうございます。